ツーリングハイエースは、トヨタ自動車が1999年から2002年まで生産、販売していたワンボックス型ミニバンである。1999年8月3日から、それまでのハイエースレジアスから、トヨペット店先売車として、ツーリングハイエース、当時のビスタ店先売車、レジアスとして分離したモデルとして登場する。1999年10月5日、 モデリスタインターナショナルは豪華装備を加えたモデリスタバージョンとしてハイルーフラウンジを発表した。ベース車より 175mm さ上げされたハイルーフを採用して室内空間を充実させたほかウッドパネルや上質な室内照明などを採用している A 仕様とハイルーフ仮装のみの B 仕様がある。メーカーオプションとして本革シートと木目調パネル、 販売店オプションとして225、50R17 タイヤアルミホイール、TRD 製ローダウンサスペンションキットを用意する。2000年8月21日特別使用車として、エクストラ V パッケージを設定して発売した。専用ストライプ、専用アルミホイール、スライドドアのハンドアを防止する、e a クローザー、専用シート表皮などを採用し、内外装に、 スポーティーさと高級感を持たせた。また、地域によるオリジナルエクストラ V パッケージ等の存在がある。ベースは V パッケージだが、スライドドア EG クローザーの設定がなく標準車と、色違いのストライプやアルミホイールを装備という若干の使用違いとなっている。2000年12月1日、ウェルキャブシリーズを一部改良した。サイドリフトアップシート車に、 シートの回転から昇降までの動作を全自動で行うタイプを新設定した。また、車椅子使用者は車椅子固定装置を改良した。その後、2002年5月21日に生産終了した。新車登録台数の累計は13,983台基本的には従来のハイエースレジアスと同じモデルだが、姉妹車である。 レジアスとの違いは、ハイエースレジアス時代オプション扱いだったエアロパーツを、さらに大型化し標準装着したことで3、ナンバー専用車となっている。しかし、レジアスウィンドツアラーとの違いは、フロントグリルとストライプが違う程度。姉妹車のレジアスとは異なり、基本的にグレードは1種類のみで、サンルーフやスライドドアイージークローザー、回転台座ザフロントシート、 プリントラジオアンテナ、アルミホイールを装着した V パッケージの選択とレジアスと共通の特徴としてメーカーオプションでフロントシート以外の全シートをユーザーが自由に外し広い室内を作れる着脱式シートマルチデタッチャブルシートを選べた 4WD モデルのみオプションでビスカップリング式 LSD の装着が可能でワンボックスでありながら エアロパーツを標準装着していることもあり、他の姉妹車よりスポーティな味付けがされている。グランビアやグランドハイエースとはプラットフォームを一にする姉妹車関係にあるが、こちらは5ナンバーのベースボディをそのまま採用するため、一回り小さい。従来のモデルと同一であるが、ディーゼル車は 3000cc 直列4気筒さ h c インタークーラー付きディーゼルターボ 1kg 手形を、 搭載、ガソリン車は、直列4気筒 DOHC の 3RZ、FE 型の 2700cc を引き続き搭載する、トヨペット店で販売していた。ちなみに、ビスタ店が存在しなかった沖縄県では、実質的に名前以外は、基本的に同じモデルである、ツーリングハイエースとレジアスが、トヨペット店で扱っていた。ツーリングは、ハイエースシリーズのエアロボデーで、ハイエースと、 エアラボデーのイメージを訴求するツーリングを組み合わせたもの。ハイエースの語源はトヨエースから由来したもので英語で高級なより優れたという意味のハイとエースの合成語。ありがとうございます。